動画コメントより情報をいただきました。お疲れ様です。それにしてもトラハチの青山議員タブーな空気は異常ですね。別に指令が出てるわけじゃないだろうから余計に異常というか、また自主タブーにしているメンバーもしてない例外のメンバーもその空気と事情はよくわかっているというか、タブーのない言論空間を目指すはずが重苦しいタブーを自らに課してしまったという。かつて N 国の浜田議員が麻生大臣への質問、自民党有志の100人ほどの議員が消費減税を訴えて云々に対し、大臣は100人と言ってもうちは400名ほどいる大きな政党で云々といった具合にあしらわれていましたが、内心はその存在感をある程度は認めているはず。数だけじゃなく、まさしくガンガンやっていることも重要。さらに重要なのは有権者の後押し、その利害を超えた政策で一致した勢力の発言力、影響を強力にするのも有権者の後押し次第と実感しました。派閥もそれなりの意義はあるにしろ、超派閥の有志グループの存在意義は大きい。守る会の主張はテレビ東京が好意的に報道していると思いましたが、有権者もしっかり支える必要があります。例によってずれますが、こちらは青山議員について当然ですがストレートですと守る会の情報をいただきました。関西山本さん、いつもありがとうございます。テキスト起こしをしましたのでご紹介します。沖縄防衛情報局より。局長、局長は今日本日一番取り上げたいテーマっていうのは何でしょうか？やはりね、お隣の国の尖閣に対する、これはもうはっきり申し上げてレベル的には侵略行為そのものですよ。さすがにね、自民党の国会議員の有志の方々がこれじゃいかんだろうということでですね、この間参議院議員になられたね、青山茂治さんとかが中心になって、もっとね、政府に尖閣防衛に取り組めと。しかし考えてみれば、これは当たり前すぎて、今までねそういう動きがなかったのが不思議なくらいでですね、よほどこの我らが自民党はお隣の国に遠慮する理由があるんじゃないかと考えざるを得ないんじゃないですか。かつては70年代にね、日中国交回復で田中角栄さんがお隣の国へ代表団引き継いでいきましたけどね、あの頃からあれですよ、自民党はねおかしいと思いますよ、とのことです。江崎師匠や我那覇雅子さんはチャンネル作田沖縄支局の最後の出演で守る会の名前を出していましたが、お父さんも青山議員を紹介しました。文化人放送局、チャンネル作田、チャンネルクララ、ラジオ沖縄防衛放送局、虎ノ門ニュース、月曜、水曜、金曜、日本の尊厳と国益を守る会が発足して1年3ヶ月になります。改めていろいろな番組で名前が出るのに、トラハチ火曜木曜だけが名前を出さないのは不自然に感じます。健康教室は守る会の名前を出しすぎだから、周りから見たら異様かもね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。